リード大阪 YouTube チャンネルご覧の皆様、明けましておめでとうございます。2023年元旦初滑りでございます。いつもはね北海道なんですけども、今年はなんとマダラオ高原スキー場に来ました。見てください、笹が出ております。笹アランです。なんかね、一応この前のクリスマス寒波かなで、割ともう8割ぐらい滑れるんじゃないかな。一応この今乗ってるペアリフトで上の方まで行けるらしいんで、そこを行ってちょっとまあ今滑れる現状のコース紹介もしつつ、元旦フリーライディングしようかなと思ったり思わんかったり、ラジバンだ。よし、行きます。誰かステッカー落としてるよ。Oh, God.
はい、ということでナイターです。はい、ようこそ。はい、おなじみのマダラオ高原の小林さんでございます。はい、どうもようこそマダラオへ来ていただきました。元旦ですよ。ありがとうございます。元旦、元旦365日の一番初めの日です。ありがとうございます。はい、ついにマダラオで過ごすっていうのになりました、私。はい、ありがたいですよ、本当に遠くから元旦に来てもらってっていうのは。しかも本当に嬉しい。映像見てもらったら分かるんですけど、さっきまで昼間の映像ドピーカンなんですよ。今日は最高でしたね。今最高やったけど、今何これ。これ明日またパウなんでね。もうなかなか降らないマダラオに雪持ってきてもらいましたよ。持ってきました。はい、雪降らしに来たんですよ、僕は。さすが。今年だって全然降ってなかったですもんね。まあ、今回今日昼間滑ってもらった積雪って実質2日分なんですよ。24、25日に2日間で降った雪が冷えてずっとコンディションがいい状態で保ってるだけで、はい、まともな積雪は本当2日間だけです。それでこんだけ滑れるっていうか、それすごないですか、逆に。そうですね、だからあんまりこんな少ない状況であそこまで広げたのって過去にはないかもしれないですね。やば。まあとは言ってもね、やっぱお客様も多いんで、はい、やっぱ頑張って開けなきゃいけないんでね、なんとかこうパトロールさんとか施設さんに頑張ってもらって雪集めて、はい、開けれましたけど、まあこれで明日はまたマダラオですよ。ちなみにマダラオのツリーランはまだ入れないです。ヤブーランです。ウェア破けますよ、はい、ウェア破けるソールズタボロなるリスクがあるんで、ツリーランはまだ入らない方がいいです。はい、まあそうですね、ツリーランはだいたい 1m50 以上必要かな。いいですね、いるいるいる、はい、ね、まあ焦らず、はい、とは言ってもやっぱ欲しいとこなんで。そうなんですよね。はい、はい、なんとマダラオのナイターって珍しいんですよね。そうなんですよ、限られた日しかやってなくて、はい、年末年始の12月29日から1月3日、はい、それからその翌週の3連休、はあはあ、土日月の3連休の土日、はい、それから2月の11日土曜日祝日、はい、この日だけです。じゃあ全部合わせても10日ぐらい。10日もないんじゃないですかね。9日やばぐらいしかないですかね。いや、このね、はい、ナイターマダパウはめちゃめちゃ当てるむずいよ。ほんなら今から滑ってるけど軽井沢で追い取りしながらこけたねえ、失態を。おいどりレベル上がってきました。若干だいぶ慣れてきたんでね。あ、オッケーです、オッケーです。頑張ります。じゃあお願いします。でもこけたらごめんなさい。先に。これはやばくないですか。やばいっすね。コンディションやばくないですか、これ。ね、今日今日のナイターはやばいっすよ。これやばいっすよね。これ優勝でしょ。優勝、もうなんか前哨戦なのに優勝決定みたいな感じですね。このナイター優勝してしまってる。やばい、ありがとうございます。すいません、仕事でごめんなさい。ね、元旦に当てる男なんで僕。あ、さすが。はい、まあ、中島さん呼ばないと振らねえんだな。振らねえ、振らねえ。はい、ということで、2023でも皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。マダラオ来てねー。お待ちしてまーす。